し戦え鉄人アイアンファイター。空だ海だ地の果てだ、正義は燃え立つ太陽の使者。鉄人言い出しっぺのお前がこれじゃあな。そうだよマッキー、僕なんか眠いのを我慢して付き合ってんだからね。あら、私はパパの体のことを思って提案したのよ。二人ともこんなに白状だなんて思わなかったわ。あら、空気銃ですよ博士。うん、この辺りは禁猟区じゃなかったんですか博士。全く心ないハンターがいるもんだ。ここ10年化学エネルギー工場の進出は目覚ましいが、自然の汚染も甚だしい。それだけでも野鳥の数は随分と減っているというのに。こんなことがあるのでしょうか。オレゴン州の近代化学工場と1万人余りの従業員すべてが一瞬にして消えてしまったのです。アメリカの全市民を恐怖に陥れたこの怪奇事件を一刻も早く解決すべく、目下当局はその原因追及に全力を注いでいます。では次のニュース。奇怪だこれ。奇怪ということは何もわからんことになる。どこからだ？ ICPO アメリカ支局です。うん、
早速来よったな。よし、じゃあハローハロー。やけに霧が濃くなってきたな。お、この先にタンカーだ。まっすぐ向かってくるぞ。すごいスピードだ。バカな、どういうつもりだ。進路変更。どうした、翔太郎君。今度は大型タンカーが太平洋上で消えたそうです。何、タンカーが。ええ、一体何が原因だろう。このような不思議なことが次々と起こるなんて。僕、外国の小さな町で硫酸の雨が降ったっていう話を前に本で読んだことがありますが。ああ、私もその話は知っている。しかし硫酸ではこのような大惨事にはならんだろう。大塚警部が至急会いたいって見えたわ。博士。うん。これはね、博士、オレゴン州の化学工場事件以来 ICPO アメリカ支局が調査分析しておった結果です。いや、驚きましたね。今までの科学の常識ではとても考えられない恐ろしい妖怪液だ。それじゃあ今度の事件はその妖怪液が原因だというんですね。そう、まさにその通りだよ。科学の力を悪用した殺人妖怪液など一体誰が。翔太郎君。え、 ICPO の特別機を待機させてやる。一緒にアメリカに行ってくれたまえ。はい。あ、翔太郎君。何ですか。これがどのくらい威力を発揮するのか私にも想像がつかない。この恐るべき妖怪液にかかったら鉄人28号の超合金といえども耐えられるかどうか。え、それは本当ですか、博士。ええ。気をつけてね、翔太郎くん。ICPO 日本支局の大塚です。ミスター大塚、たった今海軍基地から異常事態が発生したという緊急連絡が入りました。何ですって。警部、様子を見てきます。ん、急げ鉄人。
間に合わなかったようだね、翔太郎君。はい、僕が出会った怪物はすでにここを襲った帰りだったんだと思います。うん、で、敵は何者かな。僕が見たのは鳥の形をしたロボットでした。今までの事件は誰かがそれを使って攻撃してたんです。鉄人め。わしの形に似ておるな。はい、怪物たちの数はざっと2、30でした。あ、例のものを写してくれたまえ。実はこっちにも新しい情報があるんだよ、翔太郎君。何ですか？3つの事件が起きる前後に各地から異常な超音波をキャッチしたという報告が入ったんだ。異常な超音波、それが怪物と関係あるんですか？その音波で耳をやられた者、神経を侵された者など被害も多いんだが、それらの地点を線で結ぶとこうなる。これが怪物、つまり君の見た鳥のロボットの通り道だ。赤い線は事件前、青い線が事件後の被害地を結んだものだ。同じ道を巣に帰るという鳥の本能を科学的に利用した巧みで精巧なロボットということだ。そしてこの線をさらにこう伸ばすと、ハワイ諸島だ。そうです、ハワイ諸島のどこかにロボットの発信地があると考えて間違いないでしょう。わかりました、すぐに行きましょう。ハワイ諸島といってもたくさん島がありますからね。一体どの島に敵のアジトがあるのかな。翔太郎君、鉄人が怪物を。さすが我が鉄人、あんな怪物などへのかったじゃ。さて、目指す島はここだったわけだが、ここから見るだけでは怪物の基地などありそうに思いませんね。まったくだ。さてと、もう一踏ん張りだ。おっ、誰だ、待て。翔太郎くん！
翔太郎君。小鳥たちの楽園バードアイランドを荒らしに来るとは、子供といえども絶対許せん。鉄人を道連れに殺してやる。誰だお前は。私はバードン、鳥類学者。バードン、鳥類学者。鳥たちは美しい自然の宝だ。スクリーンを開け。鳥は私の命でもある。世界中の鳥は私のものだ。この美しさを見よ。この美しい宝を誰にも殺させはしない。火山の中にアジトがあるのか。ん、私の研究の恐ろしさはもう知っているな。お前たちは自然を次々と破壊している。そのためにたくさんの鳥たちがその犠牲になった。このまま放っておけば世界中の鳥は滅びてしまう。私は可愛い鳥たちを無神経に殺す人間が憎い。だから私は世界中の自然を荒らす人間たちを破滅させてやるのだ。やめろ小鳥たちよ。世界中を楽園にしてやるぞ。僕だって小鳥は好きだよ。僕たちは小鳥を殺そうなんて考えてないよ。黙れ、言い訳など言うな。今までのはほんの小手しら。何事だ。でもビジョンコントローラーが。心配ねえ。さあここだここだ。おい、逃がせないぞ。さあ、あのアジトを鉄人で吹っ飛ばすんだ。でも火山の中ですよ。そこまでコントロールできるかどうか。早くするんだ、翔太郎くん。はい、やってみます。行くぞ。頼むぞ、鉄人。溶かしてしまえ。鉄人、あいつを叩き潰せ。鉄人
どうした？どこ行ってしまうんだ？私を見捨てないでくれ！大塚警部、悪いのはやっぱりバードンなんですか？我々は文明の恩恵を受けておる。だがその文明が自然を汚す。難しい問題だな、こりゃ。警視庁に予告電話がかかってきた。待機する鉄人。そこへ突如テレポーションロボットゴースターが現れた。次回、鉄人28号、謎の幽霊ロボット、お楽しみに。